こんにちは、ペルセウスです。皆さん、融雪剤ってご存知ですか？雪国の主要道路はよく凍結して危険なので、氷を溶かしてスリップ事故を防止する融雪剤というのを道路に散布してるんだ。でもその影響で車がとんでもなく汚れるし、下回りがサビサビになっちゃうんだ。塩素カルシウムだから塩みたいなもんなんだよね。それは錆びるよ。この汚れがそうなんだ。洗車サボってたわけじゃないよ。そして22日からはすごく雪が降ったよ。前が全然見えないんだ。危うく道路脇から転落するところ。これは貸し出し中の日の出の物件なんだけど、雪でわけわかんなくなっちゃったね。しかも先日雪の処理が悪いと通報されたんだ。誤解だよ、だって歩道なんだもん。また警察さんと仲良くなりました。